アントニオ・カボリは、イタリア出身のカトリックの神父で、サレジオ会士。イエスのカリタス修道女会の創立者。1888年8月4日、イタリアのフォルリケン山ジョバンニン・マリニャーの村で生まれる。1902年10月、リミニ教区の昇進学校に入学。1914年5月1日、リミニの司教座制度において司祭に除会された。 1915年7月、カボリは従軍司祭として出生し、1920年10月7日にカトリック教会の修道会であるサレジオ会に入会し、1922年1月5日に修道政願を選立した。1926年2月8日、同会司祭、ヴィンチェンツォ・チマッテオ団長とするサレジオ会選挙資団の一員として来日。 福岡県の文字港に上陸した。なお、この選挙手段は9名で、これが、サレジオ会として、日本への、初めての選挙となった。1928年、カボリはカトリック、宮崎教会の主任司祭に就任し、1932年12月、宮崎市、吉村町沖の原稿に救護員を設立した。1933年春には、 故事のための建物を建造した。1933年10月3日から1935年4月10日には、カボリは福祉事業にかかる資金を集めるため、母国イタリアに帰国し、150回の講演による募金活動を行った。イタリアから帰国後には救護員の永続を目的として、その経済的基盤を確立するために農場を設立した。 1932年最初に主任司祭として赴任した宮崎においてカリタスの園の活動を開始した。これがカボリの愛徳事業の始まりとなった。1937年8月15日、チマッティの勧めに従い、宮崎カリタス修道所会をチマッティと共同で創立。ローマより修道会創立の認可が宮崎教区長だったチマッティのもとに届き、 正式に創立が認可された。チマッティは、頂上でカボリの良き理解者だった。なお、チマッティは、カトリック教会において、尊者として称えられている。1941年12月8日、第二次世界大戦の勃発により、イタリアからの援助、通信が断たれた。1945年7月半ば頃から2ヶ月間に、渡り、カボリは、 熊本県の阿蘇山福の収容所に他の外国人宣教師たちと共に収容された。第二次世界大戦の終戦後、カボリの元には、方々から修道会の会員派遣要請が来るようになり、修道女たちを海外等に派遣した。1951年12月、修道会本部と修練員を宮崎から東京へ移転。これに伴いカボリは東京に移住した。 1962年、カボリは、君四頭髄包章を授与された。1964年5月1日には、司祭除会50周年を迎え、1962年頃から、病気のため闘病生活を続けていたが、1972年11月22日、東京で死去した。ありがとうございます。